い、皆さんこんにちは、尋常中村勘です。今回の動画は、2020年、今年ですね、今年の11月1日にライズで行われたライズデッドアライブ2020、in 大阪っていう大会で、僕が出場して、中村勘対ウォイフルスイング選手の試合があったんですけど、まあ、それで、圧勝に見えて、実は、目の負傷だったりとか、まあ、みんなも多分知ってるとは思うんですけど、僕の初ライブの動画とかでね、こういうので話したりとかもしてて、でみんな知ってるとは思うんですけど、一応そのどこで目を怪我したのかとか詳しいところって言ってなかったんで、まあ、そういうところも含めて今日は、試合の分析動画っていう形と、あとどういう気持ちで戦ってたかっていうのも合わせて動画にしていければいいかなと思うんで、よかったらライズの僕の試合も、ライズの公式チャンネルで上がってるんで概要に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。はい、ほんなら早速、開始していきたいと思います。始まりました。英語っていうか解説が全部英語やんな。この後ろ大沢健二という人、ここ、挑発早速してるんで、これでめっちゃ喋ってるんだ、打ち合えよあれとかって俺めっちゃ言うて、こっからもう俺勝負始めてました。なんかこう挑発的な態度じゃないけど、まあなんか相手が逃げ回らんようにするために言うプラス、逆にそうじゃなかった時って多分ほんまに打ち合ってくるから、それかまあ逃げ回るんやったら逃げ回るっていう、その作戦を遂行するかっていう顔つきとかも見たかったな。早速始まりましたね、これ。はい、ストップ最初に、え、いい、バンバンストップなるで。これなんですけど、まあ後でスローで出るんですけど、100% 当たってないですね。当たっとったら金的なパコーンって言おうとすんねんけど、それもなんかべしに言ってるから、なんでなんやろって考えてんけど、多分まあもしかしたら俺が大嘘で初めて構えたから、試合っていうところで大嘘を見せたのが初めてだったから、多分テンパったっていうのが正直あって、多分ローこれが効いたなっていう感触だったから、内もものね、この難しいんだけど太ももの付け根の裏らへんに当たって、でスネがこの内ももに食い込んだじゃないけど、そういう感覚だったですね。だからもしかしたらそのバーンって当たって、その衝撃で金玉が痛む、それはないか。その滑り上がったとかじゃん。滑り上がってもないね、あの完全にバーンってあれ、金カップって鉄やから、あ、そうなの、鉄に当たったら分かるやん、足の感覚が。ああ、分かる。それが全然なかったから、まあだから俺はこの後パフォーマンスもできんねんけど、ほんまに悪いと思っとったらカメラ目線でこんなんやったらやばいやだからまあ逆に、おお、それでいや、いけるやろみたいな。だから止められるかどうか待っとったよ。ほんまにもろに金玉バーンだったら絶対うずくまるやん、それもなくなんか、うん、あ、止めてくれるんやったら休もうかなみたいな感じだから、おお、もうええってって俺言うとってんけど、おお、やったよかったみたいな。そのためのあの手やった。そう、もうええ、分かった分かった、手合わせてもうやり直せってみたいな、もうええってみたいな、演技ええってみたいな感じやって、俺は実際やったな。当たってから実際あったもんな。実際あった、ほんまに痛かった多分、普通にしゃがむから。で、おい、お客さん暇なるやんけみたいな感じになって、次のパフォーマンスに移ります。はい、行きますね。めちゃめちゃ英語で言われてるけど、中村って言われてるから全然わからない全然わからない、ペラペラすぎて。そうですね、まあ今回の一番のパフォーマンスはこれやったなと思って思います。これ結構会場受け取ったよな、うん、声出したらあかんのにバリ笑ってたよな、みんな手応えはあった。これはこれ今バーンバーンって死んでる、ほんまに金玉だから絶対できないです。
金玉は蹴って、解説が言ったらそう聞こえるっていうのもあるから、日本語の解説見てる人もフルスイングをフルスイングしましたということ。これ今様子見ですね。まあもうここで思ってんねんけど、右に回った時に相手が油断するなって、ここでも癖で見抜いてました、ね。後でそれが繋がんねんけど、まあ、これ見といてるなって思って。これ、ね、初めのフルスイング、この空振ったところを見て、これも今当てたんですけど、まあ、写真でこうバーンって当たってる写真とか、あのメディアに公開されて、当たって綺麗にちょうどで後ろに力流してます。もうちょっとで来るで、ここ行くで。シュッドーン、今の見た。ストップ。ストップ。今ので僕目ん玉なくなりました。今の多分見た方があるけど、リプレイでも今入れてもらってます。もらっといて。こうこのパンチやねんけど、俺がストレート打って入って。入りましたっていうところに、ここら辺に、まあ向かい合ってるからね、ここら辺に頭があって、こう俺がストレート打ってきたら、打ってきたにもうこんぐらいかわして、こんぐらいかわして、頭ローぐらいのところにあって、このままクリンチ、こうクリンチかなと思ったら、クリンチと同時にオーバーハンドやと思っとったんけど、鬼のショートフック、から最短で俺の顔がバーってきたら、それ軌道ちょうど合わして、ここにバーってショートフックがもらって、あ、避けられへんって思って、あ、やばいって思った時に当たりました。で、当たったのがインパクト、グローブの一番当たってインパクトに残るドーンってこう拳として入るところが、俺の目ん玉のこのちょうどここにドーンって入って、言うのは嘘やねんけど、全然痛くなかったです。で、俺バーンと当たった瞬間アドレナリン出てるから、眼科って言って、なんかいろんな選手、その他の関係者とかにも言われて、眼科って痛かったよって言われて、もう全く痛くないというか、ドーンって当たった瞬間にここがブラックアウトして、目開いてる、こう閉じてたら全部の視界見えるやん、みたいな、3分の2ぐらい見えるけど、この開いてる状態でないから半分しか見えへんねん。両目での視点を合わせようとしてて、こっち黒やから、言うたら今画面こうやってみんなこう携帯で見ながら半分隠してて、そんな感覚やってる。ほんまになんかなんだろうな、一瞬わからんかって、で今止めてるところやねんけど、クリンチ離れ際に目こうやって確認してんねん、全く戻らんから、やべ目取れたわ。で、一応ちょっとは見えてるから、まあ半分ぐらい見えとった、まあまぶた動くか確認しようぐらいの感じが今です。今初めてなんですけど、これまあ目取れてない、止められてないってことは目取れてないなと思って、まあ片目で戦う方法を今考えながらローを散らしてるって感じですね。で、今もこれ始まってこうやってた時よりかは、こっちガード上げて、で踏み込みのこのリズムと同時にこうやって上げてます。定期的にこうやって上げてます。で、上げてたら正直こっちが入ってきづらくなる、あ、読まれてるっていう感覚になるから、その感覚に察しました。で、この時も右に回ったら油断するんですよ。それは最初の両目で見えてる時から分析し始めてて、まあインプットできてたから、ここら辺でも目閉じる、まぶた閉じれるのが分かってきたから勝負に出ようと思ってました。で、右目今つぶって、この最速のストレート、これ目片目つぶったらある程度の視点があったから、その自分のぼやけてない当て感を信じてパーン両目で打ちました。で、これも完璧です。右回ってたあれは試合が全部、これもうちょっとで終わるんだけど、終わった瞬間話します。一番分かってほしいと思う。
ね、ここももう最後落ち着いてちゃんとこっち見といて最後倒しに行って、まあ、しっかり倒せばはい、これで試合が勝ったっていう感じで今あと残りをちょろちょろ回してるんですけど、はい、今日2点除外であんな命中させたの3回転いや、見えてなくて正直もうここぐらいしかだからこう見た時に向かい合った時に相手の顔が半分ぐらいちょっとこう見てたから全部見えるかなぐらい顔が、うん、こっちのもうグローブも見えへんしこっちのグローブしか見えへんみたいな感覚とその動きだけでとりあえず把握しようと思ってやったらタイミングとかバッチリじゃない、まあ、でも相手が来るのって正直動いたら来るから、うん、もうその時にこう修正はかけれるやん俺は左目しか見えへんもんやなって思ったから、うん、もう諦めたから一瞬であ右目も終わったってどうなってるか分からんけどとりあえずブラックアウトしてほんなら左目で戦う方法を考えようっていう感じ見てる側としたら、うん、そういったらその考えてる時間のうちにも倒してもってるやんああもうそやなその時間が俺からしたらリングの上からゆっくりやから逆にそれさ目片目見えへんくて焦らなかったいやもう焦ってないなさっき言ったみたいにあ見えへんもんこうしようってなっとったから、うん、なんか思ったより試合に向けては相当な完成度できてて、うん、自分の中では 100% の完成度で来れたから何も焦ることなくあ右目見えへんようになったから、うん、左目で戦うためにどうしようでまぶたをチェックしてたって言ってたよ試合中にそれに切り替えれてたな思ったよりだから何も条件も正直変わってないまあ一つ言えるのはこれ今ハイライトで流してもらってるんだけどこのストレート打つこれ右回ってんねんなこれこの写真で見たらこう右に曲がって一歩二歩目ぐらいで相手が油断するっていうのが分かったからそのまあ試合動画見てもらって分かるけどこう右に行って完全に行き切るなって分かった瞬間って俺の視野ではもう消えてるけどこっち潰ればある程度合うからこんぐらいまでは見えるわけよ真正面から見てたらだからこう右行った時にあ油断してるなって思ったから念のためにこう前手をバーンってこう見えてる方の手払ったらこっちでは少なくともガードできへんからこっちの攻撃はだからその払ったところでストレートバーン張り込んだっていう感じでなんで3回立ってこれたかって言ったらまあ気持ち的には焦りがあったとかそういうわけではなくてあ長引いたらだるいなぐらいで考えてたから同系だからだからまあ一応最速で見えへんパンチ打とうっていうのに頭の中で切り替えていつも見てる剛腕でバーンってドッカーンとかそんなんじゃなくてまあとりあえず見えへんパンチってどんなもんが打たれ強さどこまであるんかっていうのを確かめたかったから打ったらおらんようなとこがえっと思ってダーンって聞こえたから下向いたらもうその時両目で回復はしてきてないけどなんか視点もおかしかったから大江さん右ぐらい打ってそうやろみたいな感じだったらおおめまいしろわみたいな感じでもまあなんかうん、順調に試合運びはできたから久しぶりの適正からさ自分の呼吸でできるわけ、うん、70キロの時も言うとったやんか、うん、そういうのはめっちゃあったけどまあ落ち着いてその自分の呼吸の試合観客久々に入れての試合1年半ぶりぐらいでしっかり復帰しようということだったから、うん、まあまあいい形になったかなと思います試合に関してはまあそのくらいかな話せるっていうかどういう感じやったかっていうのはまあ3ラウンド2ラウンド3ラウンドとかあればあれやけど1ラウンドも2分ぐらいで終わったんで2分半ぐらいかなできっちりこういう分析動画を撮ろうか1ラウンドで KO してって言ってたから有言実行しました渋谷さんとナスさん有言実行してしっかりそういう形ではい、分析動画っていう形で撮れたんで、まあ、そんな感じですねはいということで今回は自分の直近の試合の、はい、分析動画になりました今度さ大井選手を倒したストレート
きつい。うん、そうそうそう、あの最速のストレート、まあ、見てる側からしたら正直まあ角度とかもそうやし、うん、ちょっと見にくかった部分あったから、うん、マジでわからんかったな。うん、ちょっと確かに普通のワンツーに見えるって言われたらそういう感じやし、うん、ストレートだけに見えるって言われたらそうやしな。うん、あのなんていうんやろな、小細工的な部分、秘訣というか、そのまあ、考えて打ったんやろうけど、うん、まあ、その解説みたいなちょっとしてほしいなって。分かりました。まあそのね、1回目と2回目のターンで、どういう風に打ってたか、相手がまあ右曲がった油断するとかいう話は今回の分析動画でしたけど、だからその時に打っててで倒したっていう結果になっただけで、それをやったこの技技術的な部分も違う動画で今後上げていければなとは思うんで、はい、そういうテクニック系の動画もまあいろいろ上げてるんで、そういうのも見てもらえたらと思いますし、その今回の倒した動画も倒した打ち方の動画も楽しみにしてもらえればなと思います。はい、ということで今回の試合の分析動画、ちょっと目の手術をしてすぐ入院してって形だったんでちょっと遅くなってしまったんですけど、落ち着いたんでこうやって上げさせてもらいました。はい、もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、バッドボタンでもいいです、そのどちらかね、やっぱり評価してもらえれば、僕たちの力になるんで、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もお忘れなくお願いします。はい、そしたら次のエピソードで会いましょう。ありがとうございました。 Oh,